アイダホ軍はアメリカ合衆国アイダホ州の北中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,267人である。軍庁所在地はグレインジビルであり、同軍で人口最大の都市でもある。軍庁所在地は元フロレンス1864年から1875年及びマウントアイダホに置かれていた。 アイダホ軍はその面積で州内最大の軍であり、ほぼニュージャージー州の大きさに匹敵している。アイダホ軍は当初1861年にワシントン準州の地域として設立され、軍名は1860年にコロンビア側で浸水した蒸気船アイダホ号にちなんで名付けられた。1864年2月4日にアイダホ準州議会によって、 再編成された。この意味では、アイダホ順州及びアイダホ州よりもその名前が先んじていることになる。アイダホ軍はアメリカ合衆国の中で2つの標準時にまたがる数、少ない軍の一つである。軍内を流れるサーモン川が時間帯の境となっている。軍領域の大半は太平洋標準時だが、リギンズ氏を含むサーモン川より、 南の地域が山岳部標準時に入っている。アイダホ軍はアメリカ合衆国の中で州と同じ名前を持つ7つの軍の一つであるアメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は8502.48平方マイルであり、このうち陸地は8484.88平方マイル。 水域は17.59平方マイルで、水域率は0.21%である。帰らざる、河原キジ群内には443万1720エーカーの国有林があり、アラスカ州を除けば国内最大である。ネズパース国立の森はすべて、アイバホ群の中に入っており、単一の群の中にある国有林としては最大である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである、ありがとうございます。